この試合は再敗負けやろシンプルに弱くない4安打完封負けは普通に力負けやろ打線の調子がいい時に投手が燃えて投手の調子が良くなると打線が冷えるほんまに噛み合わないなこれこそ不運な負けやろ打噛み合わなさすぎバウアーどうなるか分からんから今日買っときたかったけどなガゼルマンよかったのに小笠原打てんかったなガゼルマンどうやったようやっとるようやりすぎとる 通ガゼルマンマジでようやりすぎじゃない一番好きな選手だわ打線はもうええわまあ打線なんて水物やし来週またそれなりに打ち出すやろ先週もそうやし34番が打てなきゃ空点入らんよあと地味にキャッチャーが冷えてる気がする最近バント失敗とゲッツーも死ぬほど多くないか偏るとしても普通どっちかやろ数少ないチャンスを併殺やバント失敗で的確に潰して負けに行く バウアーは撃たれても抑えても盛り上がれるのがええな明日バウアーやんけほんま楽しみご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします